それではいただいたメッセージをご紹介しましょう今日のメッセージは偶然見かけたあの人と偶然見かけたあの人たくさんいただきましたラジオネームバイ課長さん50歳の男性の方です3年前のことなんですが実は私隠れゲイでして若い男の子にサービスをしてもらえる店に行った時のことです個室でもあっていますとドアが開いて入ってくるとなんと家に何度も遊びに来ていた 息子の友人だったんです<ー>何年か会ってなかったとはいえお互い顔は分かっていてめちゃくちゃ焦りましたと向こうもみんなに内緒でバイトしてるとのことで<ー>ここで会ったことは忘れようということになりました<ー>もちろん何もせずに帰りました<ー>それ以来そういう店に行った時は写真指名することに決めましたと。へー たまにと思うよね例えば風俗とかやってる女の子とか、例えば同級生とか、例えばですよ、お父さんとか来たらどうすんのと思ったりはしますよね。そうですよね。黙ってやってたら、大阪ナンパ編とかね、いうアダルトビデオとかあるじゃないですか、僕、やっぱり率先して変わりますもんね。なんで知ってる人が出てくるちゃうか出てけえへんって、あれ、みんな女優さんやねん、言いながら。一回も出てきますね。噂ででもね。あんなほんまにやってんちゃうねん、お前、アホか、お前は。 女優さんこういうねこういうな何ていうかな。その SF とかでも「まあ映画映画やんなもん」っていうこう口切って SF と AV はちゃう全然違うと思いますけどうわみたいないやそれはそういう夢ですやんか宝くじなんか当たっても勝っても当たるかいみたいなそんなもんな道端で喋ってるからね顔出して腹がになるわけないやろっうねからんわからんやんいやいやいやないでしょそれはねお前の合い絶対出てけへんあいつやったらやるかもしれへんやつが何人かおるはずや <laughs> こちらは淡路市からいただきましたラジオネーム島育ちさんです、はい、横浜に住んでいる息子のところに行った時のことです、はい、デパートによってお土産でもと地下をうろうろしているとどうぞ食べてみてくださいと差し出されたケーキ、うん、お互いにあ 平成元年に自動車教習所で励まし合った人だったんです。若者がスイスイ進んでいく中、<laughs> なかなかハンコがもらえず、<laughs> もうやめようかなと、そうそう思った時に、今日より若い日はないとジュースを思ってくれました。<laughs> 仕事中なので長話をできず、またで別れましたが、それ以来息子のところへ行くたびに顔を見に行っていますと。へ<ー>いやでもなんか。 教習所で、やっぱりみ、うんな、こう、やっぱり、ピリピリしてるやんか、はい、ほんなん結構ね、恋愛に発展したりすることもあるってですか教習合宿やったから、何十かね、連絡取ってましたね<あ>、そこで出会った人たちとラジオネーム、ゲビゲビオさんですね、うん、子供の頃ホテルのレストランで食事をしているときに、インドの強固、タイガー・ジェットシンが食事をしていまして、子供の頃にいつ暴れるのかと思い、怖がっ,怖がったが、とても信じて、カレーを手で。 食べることもなく、ね、<laughs> コーヒーを飲んでいました。あのクレイジーな振る舞いは仕事なのことしょ少しよくでした。まあまあね子供にしてみださい。トはらねそらそのみんなその、ね、あんなあんなやったらお前来日できへんじゃほんまにあれが全部あのあ,<ー>あのままやった。タイガージェットシンさんがですね、うん、猪木さんにね左腕を折られたことがあるんです<ー>あん時にタイガージェットシンさんは猪木クレイジーって言ってました<ー>本当のクレイジーは誰やったか忘れてる。<ー>こいつほんまに腕折りオんねやっていう。へー あの、もう、いのきに怒ってんの。いのきに怒られてバいや<鹿>怒、怒ってんのん、じゃん。<俺>クレイジー。いのき、クレイジー。<laughs> <laughs> こちらは枚方からです。ラジオネームまゆみさんです。数年前に浅草にメッセンジャーさんの単独ライブを見に行きました。あ,ありがとうございます。ります帰りにもんじゃ、焼き屋さんに行くと、奥の席でメッセンジャーさんのマネージャーさんと思われる人たちが、今日のライブのことや、今後の仕事の展開などを熱く語っているのが聞こえてきました。のののその中で一とき熱く語る敏腕女マネージャーさん。 メッセンジャー愛がすごいなと思っていたんですがお帰りになる際にお顔を見てびっくりロクさんでしたとってもお綺麗でした誰 <laughs> <laughs> と言っとったロクさんだからうちのマネージャーと,と、ね、俺のマネージャーと家庭のロクが言っとったあの当時のマネージャー誰やろうイゴかなイゴやな 語語とさんがいロクシャさんのスタッフかもしれませんがロクシャさんのスタッフがもしか<ー>しれませんこういったらラジオネームオープンセサミーさん44歳の方ですね。えー お偶然見かけた有名人お見かけしたお二人ともテレビでおっしゃってるのですが生でその現場を見たときは衝撃でしたそれは坂田師匠と富井健さんをとあるストリップ劇場で見せて、えー、お二人はキャップを必要以上に目深くかぶっていらっしゃり最初は最後方に座られていましたが気づけば中段の席に素早く移動されていましたその頃には目深にかぶっていたキャップをせり上げ <laughs> テレビでは決して見ることのない神経な表情のお二人がいましたサインを頂きたかったのですが声かけるなオーラがすごく<ー>結く 最後までお声をかけることができませんでしたでストリップ以上に興奮した一晩でした<ー><ー>よく行ってはるんじゃないの昔一時でそういうクラブを作ってったんですねストリップ劇場に行くっていう行くクラブっての行ったことある えっとねないです一回行った方がいいですよあの一芸社会勉強というかね勉強になりますかこういう世界もあるんやって僕が行った時結構感動しましたよちゃんと踊りもね芸としてやっぱり確立されてるとこであったらすごいですよその代わり温泉町とか言ったら受付のおばちゃんがラジカセモって急に出てきてあれ受付のおばちゃんあんたやったんやからやめてくれよみたいな そなるよみたいな本当にめっちゃ綺麗な名前なんですけど。 なんとかスミレとかさ温泉場ちゃんとありますよねどこだスミレのお前口出しの花みたいな感じやなああいう部門かもなかなか減ってきてるからね,ーねー今でもまだあるんですねすやっぱりねこちらラジオネームはキリンさんでございます豊中市からいただきました、うん、私が22歳の時に付き合っていた元彼、うん、あまりにマザコンだったので降りました、うん、なんか喋ると、うん、お母さんがお母さんはお母さんに聞いてと鬱陶しいぐらいになったので、えー、先日地方のあるお寺に参拝するとそこで僧侶 僧侶の姿になっているのを偶然見解けました友人を頼って敬意を聞いてみるとお母さんが亡くなり心の拠り所を失った <laughs> 今は仏に仕える元彼今の方が凛々しい姿で顔も引き締まっていましたどんだけお母さん平気な僧侶になるぐらい好きやったんやん。そうですね昔南でね、はい、むっちゃくちゃゲスなキャバクラあったんですよ、うん そっから高校の同級生出てきた時びっくりしましたね、えー、女の子が働いててもう胸もあらわな感じでねいやいな俺そんな一回もないわあれは衝撃的やった元気なんかなあの子、うん 行っ <laughs> ちゃうから、そんなところで働いておお、ね、さんになっててもショックですけどね、びっくりしますけどね。ねねラジオネーム、西安さんですね、今から45年ほど前、梅田の交差点で信号待ちをしていた時のことです、10キロほど先の向かい側には、50人ほどの人が信号待ちをしていました、その時小学生の私は、その中の1人がとんでもなく光って見え、不思議な気持ちで信号を変わるのを待っていました、うん、そして信号が変わり、うん、すれ違いざまに顔を見てみると。 三船敏郎さんでした。<ー>子供心にオーラをまざまざと感じた、忘れられない一瞬でした。やっぱりね、タレントファンっていうのは、ね、オーラあるよね。あ,るもねあのオーラも出し入れできるって言いますよね。へ<ー>だ今消してるんですかね。誰俺 <laughs> 黒田さん。よりもともとその出したこともないし、<え>出てもないわ。ああローガンと共に消えたんちゃうか。<laughs> でも空港の。<laughs> やっぱりじゃ<ー>分かる人は分かるけど、ね、顔がちっちゃい女優さんなんかもう女優さんその辺に歩いてる人の顔の大きさちゃうもんそうですよねむちゃくちゃちっちゃい顔がな演歌歌手の方とかでもやっぱりその違いあのたたずまいが普通のおばさんと違,ん違う何がが違うんんですかそれがオーラってもんなんですか それがオーラでしょうね。スター性じゃない。ですか身につけようと思ってつけれるられるもんじゃないというもう。生まれ持って,ってもっと,っと,ってとプラスアルファのその芸能界のと,ところにおる。中でいや見られてるという,う常に見られてるという意識が変えんのやろね。はあ、なるほど、ねだからその。逆に遅れさんなんて。はい そう陰な空気で目を引いてしまうみたいなことになるよななんやこの華奢なって言ったらやっぱそれはそれでマイナスなんですけどマイナスのオーラなんですねなるほどこちらは神戸市からいただきましたラジオネーム洗濯板に干しぶどうさんですこれ私のことですねそうなの誰に言われたこういうこんちゃんがね私のこと洗濯板に干しぶどうってまあ梅干しっていうバージョンもあるんですけどベタなこと言うな。よなほんまりただただのセクハラです そうですよ。ひねりもなく。ね<え>。選択 <laughs> 板に星五だもん。事実と違うしね。でも、洗濯板ぐらい、やっぱあばらが見えてるんでしょうね。<laughs> 見えてません。あ、あばらは、あ、見えてません。<laughs> 数年前日本海側の温泉に学生時代の仲間と行った時下着プレゼントタイムがあり希望者が舞台に上がってきたんですがその中に近所では真面目で有名な自治会長 S さんが<う>仲間と思われる人たちから「映像 S!」の声で確信。パンティーをかぶせられニタニタ顔 旅の恥は書き,き捨てとは言いますがそれからはどんなに真面目に喋っていてもパンティーをかぶせられて喜んでいた顔が浮かんで話が頭に入ってきません <laughs> そういう二面性のやつは信用できるな <laughs> えできるいうかかぶつでも結構かいってやったけどな <laughs> <ー>なんかみんなで行った時なんかそういう店行った時にさ、うん、一番出てくの遅かったん家やったわ風俗ではないねんけど、うん、そのなんかあるやんかそういうなんかそういうっぽいやつ。 風俗まではいけへんねんけど、そういうなんか、キャバクラよりもうちょっとランクの、ちょっと下品っぽいやつ、そこある師匠が行こうって言われて、俺も連れてかれてさ、1人ぐらいで行って、そいつなんか嫌がっててんけど、いや、もう僕はそういうことか。そういうことそう入ったとたん、一番声聞こえてくんねんけど、一番ハッスルして、延長しやがったからな、そんだよ、最初から、最初から、最初から言うたらええのに、人の動きがちょっとかっこ悪いやそな。 <タッ>さあ、今日はそうやね、僧侶かね、僕教習所か悩んでるんですわ、どっちがいいと思う、僕はどっちかええと思うけど、どっちがいいと思う、僧侶の話か。うん、あ、どっちも向かうさんやったけどな。はい、僧侶の話が、うんえー、教習所か、どっちがいいですか。ど,どっちでも、お任せします。お坊さん。お坊さん、お坊さん。<laughs> じゃあ、僧侶。 になってたと、はい、元彼が豊中市ラジオネームキリンさんでございます、はい、おめでとうおめでとうございます。は 1, 万円、1万円でございますよ,すよおめでとうなかなかないぞ本当にたくさんのメッセージありがとうございました